はい、こんにちは、瀬戸です。自転車乗ってますか？僕はね、車の免許を実は持ってないんですよ。なので、東京はね、車持ってもですね、なかなか駐車場とかね高いし乗らない人多いと思うんですけど、僕はね最初から車乗れなくて自転車ずっと乗ってます。で、ね、今うち1台自転車あるんですけれども、もうサドルがねもうベレーって顔がベレーベレーベレーって顔がはげてですね、カゴもねもうベロンベロンにねなんか切れちゃってくちゃくちゃになって、もうくちゃくちゃな、もうこんな何で乗ってんだっていうようなね自転車にずっと、乗ってました。6年間まで乗ってたんですが、もうダメだろうということでですね、今回、買い替えることにしました。チャリンコ新車にですねちょっと買い替えることにしました。6年前も買った近所のチャリンコ屋なんですけど、また同じ店に行って自転車を買いに行ったんですよ。今回はその様子をねちょっとご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、こちらがですね小崎サイクルさんです。いつもこのね鉄柱のところにみんなの空気入れってことでこう空気入れを置いてくださってる、僕もいつも利用させていただいておりました。小崎サイクルさんです。店主の小崎さんにですね、カゴをつけていただいております。こちらのですね小崎サイクルさんなんですけれども、昭和23年頃からですね、こちらお父さんの代からやられているお店だそうですね。こちらの金目町の方に移ってきたのがですね約30年前ということで、なんかすごいなんかテレビ番組みたいになってますけど、ここが30年で全部ずっと60年ぐらいやってらっしゃる自転車屋さんだそうです。6年前ぐらいですか、こちらの自転車屋さんでですね今乗ってた自転車を買いまして、で6年の乗り倒しまして、で次今このピンクの自転車に次乗り換えようというところでございます。この動画はですね、僕が、興味本位でですねちょっと撮らせてくださいというふうに言ったらですね、今カゴをつけていらっしゃいます、小崎さんのご好意でですねいいですよということで、撮影させていただいております。出演も、大丈夫ですよということで、今、撮影させていただいております。やっぱりこのカゴをつけるとすごい、普通のカゴよりも長持ちするっていう、壊れることもなさそうですもんね、これだと。まあ、キーホルダーを一ついただけるということで、鍵用のキーホルダーですね、これ大事ですもんね、これを一ついただきました。はい、小崎サイクルさんの、ティッシュです。定休日がですね雨の日はお休みだそうです。出張修理ができる自転車や豊島区金目町2-10-7、近くには結構大きな自転車屋もたくさんありますけどね、金目町に住んでる方よかったら来てみてください。はい、というわけでですねこの、自転車、カゴをつけてもらってですね、無事、購入することができました。というわけでですねこの金目町の地元のに60年あここは30年ここ30年ですね、いらっしゃる、この小崎サイクルさん、僕はいつもここで自転車を買ってます。皆さんもよかったら、結構家を遠い方もいらっしゃるかもしれませんが、よかったら来てみてください。それでは以上、小崎サイクルさんでした。どうもありがとうございました。というわけでね、自転車乗ります乗ります。いや新車っていいよね。それではまた。新しい電車に乗っております。いや可愛いですよねこの電車。はい、いかがでしたでしょうか。もうなんか完全に小崎サイクルさん の宣伝動画みたいになってますけど、別にね僕が勝手に撮ってるだけなんで、よくねこんな動画変態が急にね、自転車屋に現れて勝手にね撮りまくって帰ってったみたいな、感じになってしまいましたけれども、いい方なんですよ。なんかねおじさん小崎さん、あそこにチャリンコ買ったのを持っていくとね油さしてくれたりとかですね、いろいろねアドバイスとかね、アドバイスってことないけど、自転車どうですかとか、こここうしましょうかとか、ブレーキがなんまあ、とてもいい方なんですよ。で僕もちょこちょこあそこの事前に小崎サイクルさんにね行ってたんで、今回ねちょっとチャリンコ買い替えるんでそのネタ動画撮ろうかなというので、撮っていいですかって言ったら、あいいっすよみたいな感じで、撮らせてくれたんで、今回こういう動画を作らせていただきました。
というわけでですね、皆さんも、自転車ね、はい、というわけでですね、小崎サイクルさん出張修理をやってるということでですね、どっか遠くまで行って自転車がね、壊れてしまったっていう人のところに、まあ、JAF みたいなもんですね、車で言うと。そういう出張修理も行っているので、電話かもらえれば行きますよということでした。なんかお台場とかまで行ったこともあると、言ってましたね。でもお台場からかけるんだったら他のチャリンコやるだろうって、言ってたんですけど、まあ、東京都だったら、まあ、豊島区、金目町ですから、まあ、豊島区近辺の方、よかったらですね、小崎サイクルさん、行ってみてください。ピンクのチャリンコいいでしょ、みんな。あ、そうそうそう、あれね、カゴ変えたんですよ、カゴをね。普通の網のカゴだと雨がこの下に溜まるらしいんです。そしたらその雨溜まった雨のその水でどんどん錆がその下のところ錆びついちゃって、カゴの下の角のところ、これがカゴだとしたら、ここね、下のこのここがバキッて割れちゃうんですよ。僕のカゴもちょうどこのバキッて割れちゃってて、ただ僕が今回つけていただいたブリヂストンの買い物カゴ的な素材のね、買い物カゴとは微妙に違うらしいんですけど、ちゃんと樹脂でできてるので、こう押してもグワン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 って言って、形が変わらないんですよ。でチャリンコとかたまにガーンガーンってひっくり返したりとかするとカゴがこうグワンって曲がるじゃないですか。あれいうのもそのブリヂストンのカゴだったらないということなんで、チャリンコのカゴ変えてくださいと。購入と同時にカゴも変えるっていうのはちょっとカスタマイズしてる的なね、おー俺カスタマイズしてるじゃんみたいな、ちょっと初めての経験ですよ。ママチャリなのにね、もうカスタマイズしてるみたいな。他の人とね、よくあるじゃないですか、近所の人と同じ自転車行くと、スーパーとかでね並べたら同じチャリンコになっちゃってるみたいな、あこの人も同じところで買ったんだってなっちゃうんですよね。でもうちはもうカゴが違うから、他の人たちのチャリンコとはもう簡単に区別がつきますよというわけなんですよ。ついつい喋りすぎてしまいますね。というわけでですね、皆さんもよかったら自転車買ってみてね。じゃあね、バイバイ、胸です。